どうも、冗談英会話のリュウです。形容詞ってよく聞くけど、一体何かわからないっていう方、少なくないと思います。でも、それって当たり前だと思っていて、僕たちは日本語のネイティブで、何が形容詞か、形容詞に関わらず、文法がどうやって働いているのかっていうのを意識しながら話してないですよね。でも、ある程度大人になってから英語を習得しようとなると、 やっぱり全く違う言語ですしなおかつ大人は学生も社会人も何かと忙しいので効率よく英語を勉強して習得する必要がありますでどうやって効率よく習得するのかっていうとやっぱり少し文法の理解は必要だと思いますで特に形容詞は基礎中の基礎なので理解しておいた方がこの先の英語学習が楽になります やっぱり土台がぐら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 してしまうとその後に積み重ねていっても土台がぐらぐらしているんでやっぱり安定しないですよね算数も足し算引き算が分からなければ掛け算割り算っていう風に進んでいけないと思いますそんな感じですなので英語界の足し算引き算である形容詞を今回は分かりやすく説明していけたらなと思っておりますで今回は 3ステップで、えー、形容詞についてお話ししていきます。1つ目、形容詞とは何か。2つ目、形容詞の使い方。3つ目、いちいち覚えなくて済む形容詞の見分け方。この3点に分けて形容詞の解説をしていきます。じゃあ、Let's get started! じゃあ、まず1つ目、形容詞とは何か。形容詞は名詞の説明をするものです。 ちなみに名詞って言うと、もの、人、ことの名前です。例えば、パソコン、コップ、警察官、パイロット、買い物、勉強。これ、全部名詞です。ね。もの、人、ことを指していると思います。で、形容詞は、こういう名詞たちを説明する役割があります。じゃあ、形容詞はどういうものがあるのか。例えば、 新しい、安い、綺麗、赤い、元気な、などです。今言った形容詞って全部物、もの、人、ことを説明する言葉だと思います。例えば、新しい車、その牛乳は安い、赤いペン、景色が綺麗、元気な男の子。みたいな感じで全部名詞を説明していますよね。そうです。名詞の状態を説明してくれるのが 形容詞の役割です。もしあなたが形容詞は名詞の状態を説明するっていうことは分かったと。でも形容詞がどれか分かんない。どうやって見分ければいいか分かんないっていうことであればいい方法があります。形容詞は日本語だと何々いで終わるものです。もちろん例外はありますが。例えば先ほどの新しい、安い、綺麗、赤い、 全部、いで終わってると思います。でも、元気なみたいな例外もありますので、ご注意ください。じゃあ、二つ目。形容詞の使い方。ここからは、英語で形容詞がどのように名詞を説明しているのか、つまり文の中のどこに形容詞を置けばいいのかを解説していきたいと思います。2パターンあります。一つ目は、説明したい名詞の直前に置くパターンです。 例えば、ニューカー、レッ p ペンです。日本語と同じですよね。新しい車、ニューカー、赤いペン、レッドペン。日本語と同じ並びになっていると思います。じゃあ、これを文に組み込んでみましょう。新しい車を買ったの Did you buy a new car? 彼女は赤いペンを持っている。She has a red pen. となります。 ちなみに、Did you buy a car?She has a pen. これでももちろん文としては成り立ちますが、新しい、赤いっていう情報が抜けてしまって、具体性に欠けます。やっぱり、新しい車を買ったのって聞きたいですし、彼女は赤いペンを持っている。黒でもなく、青でもなく、赤いペンを持っているっていうことを説明したいので、やっぱり RED とか NEW っていう情報は入れたいんですよね。二つ目のパターン。動詞の後に置くパターンです。で、この動詞の後に置くパターンの中でも二つありますので、ちょっと要注意です。一つ目のパターンは簡単です。なぜなら、これも日本語と同じだからです。その牛乳は安い。お英語で言うと、The milk is cheap です。1たす1は2っていうように、その牛乳 イコール安いですよねだから The milk=cheap っていう考え方もできますで思い出してください形容詞は名詞の状態を説明するんでしたよねなので The milk i s cheap も The milk=cheap なのでちゃんと牛乳が安いっていう 状態を説明していますよね。で、B 動詞以外でもこのパターンを使うことができます。例えば有名なので言うと、look です。look は見るっていう意味で有名ですが、何々のように見える、何々のようだっていう意味もあるんですね。例えば、you look tired。あなたは疲れているようだ、疲れているように見えるっていう意味です。もし、 You are tired っていうとあなたは疲れていると断言してしまいますが You look tired っていうことによってあなたは疲れているように見える大丈夫と声をかけることができますよねで動詞の後に置くパターンの2つ目これは日本語と語順が違うので要注意です Sushi makes me happy 寿司は私を幸せにさせるという意味です この中でどれが形容詞かっていうと Happy ですよね Happy は何の状態を表しているかっていうと Me 私ですよね私も一応人の名前ですので名詞です Happy という形容詞が私という名詞を説明していますよねもう一文紹介しましょう I think him smart これは私は彼は賢いと思うという意味ですがこれも 彼という名詞をスマートっていう形容詞が説明しています。で、このパターン。動詞の後に名詞と形容詞を置いて、形容詞が名詞を説明するパターン。このパターンができる動詞というのは限られているんですね。今回は形容詞の動画なので、説明は省きますが、概要欄の方にその説明をしている動画を貼っておきます。じゃ、最後、三つ目。形容詞の見分け方。 これまでの説明で形容詞の使い方は分かったと。でも、どれが形容詞か分からないと使いこなすことってできないですよね。例えば、キャベツの最高のレシピを学んだけど、スーパーに行ってどれがキャベツか分からなければ、そのレシピを使うことってできないですよね。で、英語も無限にある単語を、これが名詞、これが形容詞、これが動詞って、一個一個覚えていくのって、もう不可能だと。 思いますでも大丈夫どれが形容詞か一発で見分ける方法がありますのでそれをお伝えしたいなと思います単語のお尻がこれだったら形容詞っていう決まりがありますこれっていうのは代表的なやつで言うと a n d able, oath, full, less ですね例えば beautiful これも f o r FUL で終わっていて美しいっていう形容詞ですちなみに beauty が beautiful の名詞バージョンですこんな風に英単語は形をちょっと変えて名詞になったり動詞になったり形容詞になったりしますだからこのルールを覚えておけば今までよりも単語の暗記が楽になりますのでおすすめです はいじゃあ今日のおさらいをして終わりたいなと思います。一つ目、形容詞とは名詞の状態を説明するもの。二つ目は形容詞の使い方は大きく分けて2パターンありますよっていうことですね。New car, Red p e n みたいな説明したい名詞の直前に置くパターンと The milk is cheap.She makes me happy みたいな動詞の後に形容詞を置くパターン。 があります。じゃ最後、三つ目。形容詞の見分け方。いちいちどれが形容詞かとか覚えるのがもう面倒なので、a n d able, o l s full, less などで終われば形容詞ということを覚えておくと今後の単語学習が楽になるよっていうことですね。以上です。細かいことを言うともっといろんな形容詞のお話はあるんですが、これ以上やってしまうと 文法人間になってしまってコミュニケーションに活用できなくなってしまう可能性があるのでこの動画はここで終わりたいなと思いますでも中にはコミュニケーションを取れるように頑張っていらっしゃるけれども学校のテストとか教育とかでもいい点を取りたいんだっていう頑張り屋さんもいらっしゃると思いますそういう方のためにもっと踏み込んだ解説動画は別途アップしていきますので もしもっと試験でいい点を取りたいという方がいらっしゃれば、よかったらチャンネル登録してみてください。では、さよう